マケドニア社会主義共和国はユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国であり社会主義国である。1990年に議員内閣制に移行されると1991年には国名はマケドニア共和国に変更され、さらに1991年9月8日には独立を宣言してマケドニア共和国となった。 スロベニア社会主義共和国クロアチア社会主義共和国ボスニアヘルツェゴビナ社会主義共和国モンテネグロ社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義実習コソボ社会主義実習現代のマケドニア国家は民主マケドニアの故障で1944年8月2日オスマン帝国に対するイリンデン放棄の記念日に マケドニア人民解放反ファシスト会議の初会合にて建国が宣言された。この日は第2の移林年として第二次世界大戦からのマケドニアの解放を記念する日となっている。この日付はマケドニア人にとって初の彼ら自身による自由な国家が誕生した日として祝福されている。1945年国名をマケドニア人民共和国へと変更した。 1946年、公式にマケドニア人民共和国はユーゴスラビア連邦人民共和国の構成国である議会制の共和国とされた。しかしながら多くの人々は連邦に反発し、また別の人たちは連邦からのより大きな自治権を要求した。彼らは訴追された。彼らに対する粛清の犠牲者の中には、 マケドニア人民共和国の初代大統領メトディアアンイコールチェンともいた。1963年、国名はマケドニア社会主義共和国へと改められた。この間、マケドニアは独立国ではないものの、国家としての地位を持つことになった。マケドニアは独自の憲法を持ち、評議会、政府、議会、公用語、国省、内務省、マケドニア政教会、 マケドニア科学芸術アカデミーなど、マケドニア独自の組織が次々生まれた。さらに、マケドニア社会主義共和国は独自の領土防衛軍や外務局も持った。少数民族の権利は憲法により保障された。マケドニアを統治する政党は、マケドニア共産主義者同盟であった。1990年、政治体制は平和的に変更され、 社会主義国から議員内閣制へと移行された。初の複数政党制の選挙は1990年11月11日に行われた。選挙の後、評議会議長ブラディミル・ミトコフを主犯とする評議会、体制は解体され、1991年1月27日、キロ・グリゴロフがマケドニア社会主義共和国で民主的に選ばれた初の大統領となった。 1991年4月16日、議会は憲法改正を可決し、国名から社会主義の子が取り外され、6月7日には国名はマケドニア共和国へと解消された。ユーゴスラビア崩壊に伴って、マケドニア共和国は1991年9月8日に独立を宣言した。国名をめぐるギリシャとの対立を経て、2019年2月12日には、 国名を北マケドニア共和国に改めた。独立国となった北マケドニア共和国は、マケドニア社会主義共和国の法的な継承国家である。ありがとうございます。